沿道からの多くの声援が力を振り絞るランナーの背中を押します。第7中継所ソレ市障害学習交流館前です。馬場博と御殿橋が圧倒的な強さを見せてこの第7中継所飛び込んできました。馬場博との襷を受け取ろうというのが森安美、同じ御殿場中学校の3年生。今日朝馬場博から必ずトップで襷を渡すからと、そういった言葉で今この森安美が今手を振って馬場博を迎え入れようという第7中継所。さあ馬場博から幼馴染の森安美へ今襷が渡っていきました。御殿場市圧倒的な強さを見せてこの第7中継所トップで襷を渡しています。森安美もこの沿道の温かい声援を受けて走れることがどんなにありがたいことか噛み締めて走っていきたいと、そう話していました。第7中継所トップは御殿場市が襷を渡しています。沿道の声も大きくなっています。御殿場市に続いてナンバーカード13番静岡市静岡の千々岩秋から松永美久へと襷がつながっていきます。松永は嬉しさとそして責任を感じながら走りたいと今この第7中継所飛び出していきました。松永、そして千々岩秋から松永美久へと襷がつないでいます。ここまでトップとの差は1分24秒。御殿場市そして静岡市清水が襷をつないでいます。まだその後続のチームは見えていないかという第7中継所です。まだまだ後続のチームは見えていません。区間新記録を叩き出したのは御殿場市の馬場博と、そしてその馬場博とから1分24秒の差を受けて静岡清水、の千々岩秋が襷をつないでいきました。そしてようやくその第3中継所姿が見えてきたのはナンバーカード10番富士市伊藤俊の姿が見えています。この辺り少し固まっています、富士市そしてその後方にはさ、ナンバーカード23番の浜松市中央、そして24番の浜松市北も見えています。まずは伊藤俊から沖田真由のたすき渡し、最後まで粘りの走りをしたいと話していました。そしてナンバーカード23番松下とわから見当たれない、まず伊藤俊から沖田真由、富士市がたすきをつないでいきました。そしてナンバーカード23番の浜松市中央もつないでいった。そしてナンバーカード24番浜松北部杉浦から鈴木シエルへとたすきがつながっていきました。ここまで4チームが通過、5チームが通過です。そして続いていくチームが浜松西部柘植寛太から安井ゆまりへ、こんなにも長距離のめり込むとは思いませんでしたと話していましたが、安井ゆまり浜松西部がつないでいきました。沿道には上り旗そして小旗を持った、多くの観客の皆さんがこの第7中継所を通過していくチームを応援しています。そしてまたもう1チーム見えてきました。ナンバーカード16番です。ナンバーカード16番島田市大村雄志の姿も見えています。そして次に呼ばれたのはナンバーカード8番裾野市の篠原和樹から、岡本ひなのへ渡されようという、そして早くもナンバーカード11番の富士宮市も一気に順位を上げてきたでしょうか。この辺りも3チーム固まっています。さあまず先頭でやってきましたのはナンバーカード16番です。16番の大村雄志から渡辺花への襷渡しが行われます。初めてのこの市長対抗駅伝襷が渡りました。島田市そして11番富士宮市も後藤光介と襷が渡っていきました。そしてナンバーカード8番裾野市の岡本ひなのへと襷が渡っています。ナンバーカード26番山内真宏から水谷理子へ襷がつないでいます。ここまで10チーム湖西市まで襷がつないでいます。そしてその後はナンバーカード22番です岩田市永田亮太から八須からない襷が渡っていきました。そしてやってきましたナンバーカード32番町のぶトップ神奈美町堀部俊樹から斉藤愛理へ今襷が町のぶトップ神奈美町
今年もトップでこの第7中継で飛び出していきました。そしてナンバーカード36番吉田超も順位を上げています。ナンバーカード21番の、袋石深谷亮太から田添聖羅へたすきがつながりました。そしてその後は町の3位でこの第7中継所飛び込んでこようという清水町です。清水町の西郷武文から関美桜へ今たすきが渡ろうというところ。この駅伝で清水町を盛り上げたいと関美桜が今この第7中継所飛び出していきました。トップまでここまで4分48秒15チームが第7中継所を通過しています。9番ここまで続々と各チーム通過していっています。16位に藤枝市、そして沼津市、姿を見えてきました。ナンバーカードをこれが19番です。19番タスキをつないでいきました。今菊川橋がタスキをつないでいきました。松下幸太から赤堀光へタスキを渡していきました。そして姿が見えてきたのはナンバーカード3番下田市本村圭人が今両手をしっかり振って沿道の声援を受けながら今一生懸命残りの距離を走ってきています。待っているのはナンバーカード3番下田市の高橋由那覇が待っています。今手を挙げました。小学校の時から3年連続の出場ということになります。本村から高橋へ今たすきがつながっていきました。下田氏が今全体27位でたすきをつないでいきました。トップの御殿場氏が通過してから8分12秒、27位の下田氏までたすきをつないでいきました。そしてもう1チーム姿を見せてきたのはナンバーカード3ナンバーカード5番です。ナンバーカード5番伊豆の国市の田村幸喜の姿が見えています。待ち受けるのは未来馬中学校の1年生福士茜が今待っています。陸上のことばかり考えて練習してきましたと話している福士茜。さあ今田村から助けを受け取って伊豆の国市が今第7中継所飛び出していきました。28位で飛び出していっています。そして続いていくのはナンバーカード18番御前崎市上田祐樹から清水への助けリレーです。今清水がその助けを受け取って市長対抗駅伝初出場の清水が駆け出していきました。ここまで第7中継所29チームがトップから8分58秒の中でこのたすきをつないでいます。上り旗が見えています。西伊豆町、そしてその他さまざまな応援の上り旗がこの第7中継所袖市障害学習交流館前のた
たすきリレーを見ようと応援をしようと集まってきました。そしてまたもう1チーム姿が見えてきています。もう1チーム見えています。ナンバーカード38番森町です。森町の鈴木一平、浜松日体中学校の3年生、なんとか上位に食い込んで見せる走りをしたいと、小学5年生から5年連続の出場となる鈴木から待ち受けるのは森町、佐賀木原、綾菜が待っています。人生の貴重な経験になる、そんな風に話していました。自分の限界を目指すつもりで精一杯頑張りますと話すナンバーカード38番森町、佐賀木原、綾菜、今待っています。鈴木一平がもうあと少し、オレンジの襷を両手に持って今佐賀木原、綾菜に襷をつないでいきました。第7中継所全体30番、30位で森町がこの第7中継所襷をつないでいます。森町は町の部6位で襷をつないでいます。町の部トップは神奈美町、そして2位で差が少なく、ここまでは4秒差、吉田町がこの第7中継所通過しています。トップから10分を超えました。30位、全体30位、30チームまでがこの第7中継所通過をしています。そして上下ピンクのユニフォーム、ナンバーカード28番、河津町菊池博明が今この第7中継所に飛び込んできました。中学3年生、野球もやりながら駅伝の両立は非常に大変というふうに話していましたけども、中学校最後の年に選ばれてよかったと菊池は話します。待ち受けるのは中学1年生、山本沙耶が待っています。今年もふるさと賞を協力して河津町をみんなで取っていきたい、中学初めての駅伝ということになります。菊池から山本沙耶へ今たすきがつながっていきました。河津町がこの第7中継所、山本が駆け出していっています。そしてナンバーカード37番です、川根本町、和田春斗が待っています。森脇しおりが待っています。和田春斗が飛び込んできました。森脇しおりも特技は読書感想文、そして増産のお守りに願いを込めた和田から森脇へと今たすきがつながっていきました。そして続いて姿が見えてきたのは西伊豆町です。鈴木小太郎から朝倉春奈へのたすき渡しです。朝倉春奈は3年連続の意地を見せたいとそう話していました。今年は中学1年生、中学校になってのこの市長対抗駅伝です。鈴木小太郎は少しでも自分の区間で順位を上げたいというふうに話していました。全体で33位ということになります。西伊豆町、鈴木から朝倉へ今たすきが渡っていきました。全体33位、町の部9位で西伊豆町がこの第7中継所たすきをつないでいます。そしてもう1チーム見えてきました。ナンバーカード4番です、伊豆市の高田京が今この第7中継所に走り込んできています。沿道の声援も大きく声も上がっています。待っているのは菊池遥です。長距離は苦手というふうに話していましたが、今菊池へ伊豆市がたすきをつないでいきました。市長対抗駅伝は初出場、菊池遥がこの第7中継所駆け出していきました。そしてもう1チームです。今足をポンポンと叩きながら待っているのがナンバーカード6番です、三島市です。笹本春樹から武田亜子へのたすき渡しです。4年連続の出場となります武田亜子、そして3年連続の市長対抗駅伝出場の笹本が最後の力を振り絞って一歩一歩大きなストライドでこの第7中継所飛び込んできました。笹本から武田へ大きな声を受けて三島市が今この第7中継所通過していっています。そしてその後方に来るのがナンバーカード29番です、南伊豆町の山田春人、姉あかりへとたすきをつなぎます。兄弟でのたすきリレーです。南伊豆町山田春人から山田あかりへたすきがつながりました。第7中継所ここまで36チームがたすきをつないでいます。残るはあと2チームということになりました。トップから13分の差、第36位で29位南伊豆町が駆け出していきました。もうこの放送席から見てもですね、沿道いっぱい見える限りの両脇の沿道にたくさんのお客さん、走り出す前の選手に話を聞きましても、この沿道の応援が非常に力になる、勇気をくれるんだと、そのように話していました。さあここまで36チームがたすきをつないでいます。1位は御殿場市が駆け出していきました。そこから13分までの間に36チームがたすきをつないでいます。第7区から第8区、中学生男子から中学生女子へのたすきリレーです。そして今また1人呼ばれました、ナンバーカード30番です、松崎町稲葉大成が今この第7中継所に飛び込んできました。待ち受けるのは北島あゆです。足が折れても心が折れても前へと進み続けるんだ、そのように話していました。ふるさとこの松崎町を背負って走るのは今年が最後という北島あゆ、
来年は県外の高校を受験予定です。さあ稲葉体制、とにかく全力で今北島へと松崎町がたすきをつないでいきました。全体37位でたすきをつないでいきました。さあ残るは1チーム、頑張ってほしい。ここまで37チームが第7中継所を通過しています。最後のお客さんも各チーム37チームがここまで第7中継所を通過していきましたが、ほとんどのお客さんはそのまま残ってですね、残る1チームのその到着を待っているというところです。町の部トップは神奈美町、そして市の部トップは御殿場市が2年連続でこの第7中継所を通過していきました。ラスト1チーム、大きな声援が待っていることでしょう。大きな上り旗、そして小旗、いろんな思いを込めて沿道の皆さんがこの第7中継所最後に飛び込んでくるであろう選手を待っています。さあ最後の姿が見えてくるでしょうか。沿道の声、さあ手旗が振られています、小旗が振られています。最後の力を振り絞って今姿が見えたでしょうか。さあここまで全部で37チームが通過しています。ナンバーカード27番東伊豆町川端育英の姿が見えてきました。初めての市長対抗駅伝の川端、テレビで見ていつかは走りたいと思っていたこの市長対抗駅伝、今大きな声援を受けながら、さあ拍手も今湧き上がっていようというところ、待ち受けるのは東伊豆町小倉明美が待っています。この市長対抗駅伝は町の誇りを背負って走るもの、自己ベストを目指して走りたいとそのように話していました。さあ第7中継所沿道から拍手が沸き起こります。東伊豆町川端育英が今第7中継に飛び込んできました。川端から小倉へ、今この東伊豆町第7中継所たすきが渡りました。ここまで第7中継所38チーム全てのたすきがつながりました。